吉峰康代は、平安時代初期の皇族、苦行。官武天皇の御子。官位は、小蔵位、大納言、蔵樹二位。聖母の身分が低いために、新能宣言を受けられずに成長した。延暦21年12月になると、吉峰安孫生を賜もの組みされて、親戚降下する。平常朝において、英子大位、右近の絵将元を歴任し、大道四年。 佐賀天皇の即位後に、十五位下、右この絵少将に助任される。武芸に優れたことから武官を歴任する一方で、大道五年兼右昇弁ついで左昇弁公認二年造人等と側近として、佐賀天皇に仕えた。その後、公認三年生五位下、公認五年十四位下、左絵門の徳と急速に昇進し、公認七年には三十二歳で、安代と同年齢で、 同じく天皇の側近であった藤原三種と共に三義に任せられ、苦行に列した。公認十二年十三位、中納言。佐川佐では、日本語期、大理式の編纂に参画したほか、渓谷州の編纂を主催している。また、公認十三年には以下を上訴し、許されている。公認十四年、淳奈天皇の即位に伴って、蝶像位、右この枝将に助任し、 皇太子、正義親王の東具大分も兼ねる。天長元年、守る、助の任期を4年から6年に延長したほか、職業の提言を入れて国史に関する新たな制度が定められているが、このうち以下については、安代の提言が採用されている。天長5年大納言に至るが、天長7年7月6日皇居、去年46。 最終官位は大納言聖三位右この絵大将。没後、十二位が追贈され、佐賀上皇はその死を悼んで、万華二編を読んだという。若い頃から修行を好んで、記者をよくした。一方で書物の読解も、得意とし、初めて皇教を読んだ際、儒教の教えここに極まると探索したという。また、歌舞、音曲など多くの儀芸も身につけていたとされ、 延長2年の佐賀上皇の40歳を祝う縁では、中納言という高官ながら霊前院聖殿の南海から降りて舞を踊ったという。漢詩に優れ、作品が、両雲州に2種、文化修霊州に4種、渓谷州に9種が日集している。また、空海との信仰でも知られ、少量州には安代に送られた詩が多数収められている。中期のないものは、日本語記による。 ありがとうございます。